ドーソン式とは、カナダの有根巡州にある都市で、北緯64度3分45輪、整形139度25分50輪に位置する。現在、の人口は約2000人。地元では単に、ーソンと呼ばれるが、観光業界では、ブリティッシュコロンビア州ドーソン・クリークと区別するため、ドーソン式と呼ぶのが、一般的である。1897年1月に命名された。 この土地の名は1887年にこの地域を探検したカナダの地理学者ジョージ・マーサードーソンにちなんだものである。1898年の有根順州誕生以来、州都だったが1952年ホワイトホースにその座を譲った。そもそもは先住民半族が下記料のために宿営地として使っていただけだった。 土地だったが、1896年にクロンダイク、ゴールドラッシュが始まると、人が集まり始め、1898年には人口4万人に達した。ゴールドラッシュが終わると急激に人が去り、人口は8000人にまで減少。1902年に市政に編入された時の人口は5000人以下だった。1930年代まで人口はかなり安定していたが、 第二次世界大戦後にシュートがホワイトホースに移ったことを受けて人が減っていき、1960年代になると600から900人で安定。それ以後は安定して増加している。価格の高い金の採掘は現代でも利益を上げており、観光産業の成長はインフラの充実をもたらしている。1950年代にはアラスカと道路がつながり、 1955年秋には、現在クロンダイクハイウェイとなっている道路によって、ホワイトホースとも結ばれた。市内の建築物の多数が、同村地区として、国定史跡に指定されている。一部の古い建物がそのまま資料館として使われており、職員はクロンダイクのゴールドラッシュ時代の格好をしている。また、国定史跡である、春節線第4号や、 SS 機能もこの地区にある。今日のドーソ村シティの主要産業は観光と金の採掘である。金の採掘は1896年にジョージ・カーマック、ドーソ村・チャーリー、スクーカム・ジム・メイソンの3人がボナンザ・クリークを発見したことに橋を発している。この地区のクリークというクリークにあっという間に手が回され、1898年の 春にクロンダイクゴールドラッシュを聞きつけてやってきた何千という人々の大部分には金探しで利益を得る機会がほとんどなかった。そこで金を探す人々を相手に商売を始めた。約10年後、大型の砂金春節船が操業を開始し、クリークから大量の金をすくい上げた。春節船は川やクリークの位置を変えたり、航路に大量の土砂を残したりなどして、 徹底的に地形を変えていった。水力発電によって春節船の動力を得るため、北部に運河やダムが建設された。浚渫船は冬になると停止されていたが、通称クロンダイク上ボイルのために作られた。浚渫船は一年を通じて運用できるように設計されており、ボイルは冬中操業することができた。この春節線は国定史跡として、 ボナンザ・クリークで公開されている。最後の春節戦は1966年に創業を停止。ノースフォークの水力発電施設は、ドーソンシティへの売却が不調に終わったため、閉鎖された。以来、この地域の再建法は、原始的なやり方に戻っている。ドーソンシティ空港から空路へのアクセスが可能である。現在では、金をはじめとする鉱物の採掘より、 観光産業に力を入れつつある。夏はカヌーでのユーコン川下り、カナダのパタゴニアと称されるトゥームストーン州立公園でのハイキング、そこから北極圏へ伸びるデンプスターハイウェイなど見どころが多い。また、ドーソン村ティはオーロラオーバルと呼ばれるオーロラが発生する林の真下に位置していて、冬はオーロラ干渉の地として注目を集めつつある。有根順州の大部分と同じく、 ドーソ村シティの気候もアホッキョク気候である。一年を通じての平均最高気温は7月の摂氏23度であり、平均最低気温は1月の低摂氏31度、年間の平均気温は低摂氏4.4度である。記録上の最高気温は1983年5月に記録された摂氏35度で、最低気温は1992年2月の低摂氏56度。 年間降雪量は160センチメートルで、年間降雨量は200ミリメートルである。霜が降りない期間は年平均90日間である。2001年の国勢調査による。スタティスティックスカナダ2007同村有根テリトリー2006コミュニティープロファイルズ2006センサススタティスティックス カナダカタログナンバー92から591、ツウェーン、オッタは、リリースドマーチ13、2007、http コロンスラッシュスラッシュ www12.statcan.saslashinglishslashensus06slashdataslashenprofilesslashcommunityslashingdex.cfmlang="e」 ユーコン,ツーエンドシーズナルタイムチェンジカバメントオブユーコン2020年3月10日閲覧エンバイロメントカナダカナディアンクライメートノーマルズ1971 2000アクセスト12時来ライ2009ありがとうございます